皆さんこんにちは。私、東大の教育学部長、教育学研究科長の児玉と申します。よろしくお願いします。本日教育学部の紹介をさせていただくにあたって、現役の教育学部の学生さん5人にも一緒に登壇していただいて、話をしていただこうというふうに思っています。また後で紹介はしたいと思います。でまず教育学部というのがどういうところかということなんですけれども、あそこに書いてあるように、分離の枠にとらわれない、幅広い学問をやっているというところに特徴がありますが、一言で言えば東京大学が掲げているその知のプロフェッショナルの育成という理念があるんですけれども、この知のプロフェッショナル、知の担い手と社会を橋渡しする、そういう学部であるというふうに言っていいのではないかなというふうに思います。で教育学部は文系が多い学部というふうに言われていますけれども、実際には文科三類から進学する人が、後でもまた言いますけれども多いですけれども、理科一類や理科二類からも進学者が多い学部で、文系だけではなく理系からも進学できる学部です。それから学校の教師になる、つまり教員養成学部っていうふうに、教育学部はそういう印象がありますけれども、もちろん学校の先生になるための資格を取得できるというのは教育学部の特徴ですけれども、学校の教師になるためだけの学部ではない、むしろ幅広い進路、幅広い学問を教育という視点からやることができる学部であるというところが、この東大の教育学部の特徴です。それはここに書いてあるように、教育というものをさまざまな学問領域からアプローチすることができる学問であるというところにも示されています。例えば私自身は教育哲学、教育政治学というのを、哲学や政治学を中心にしながら教育という現象を研究しているんですけれども、例えば教育社会学という学問であれば社会学的な視点、それから教育心理学という学問であれば心理学的な視点、教育身体学という学問であれば医学や脳科学という視点からアプローチする。ですから私のような哲学者もいますけれども、お医者さんもいます、教授会のメンバーの中にですね。そういう幅広い文系と理系の両方のスタッフから成り立っている学部です。で大きく分けると、ここに書いた5つのコースが教育学部の中にはあります。で今日それぞれのこの5つのコースに所属されている現役の教育学部の学生さんに来ていただいていますので、それぞれ紹介したいというふうに思います。お一人ずつ ご自分のお名前と、それから所属学年、差し替えなければ出身校、それからサークル等々自己紹介してください。じゃあ基礎教育学コースの方からお願いします。はい、皆さんこんにちは。基礎教育学コース4年の岩坂夏実と申します。出身は茨城県の並木中等教育学校というところの出身です。何でしたっけあと、サークル等は今やっておりませんので、主にアルバイトを中心にやっております。例えば家庭教師ですとか、塾講師というものを教育学を生かして現在やっております。今日は皆さんとお話しできること、本当に楽しみです。よろしくお願いいたします。こんにちは。比較教育社会学コース4年の上田絵里香と申します。出身は兵庫県の神戸女学院高等学部というところです。サークルは3年生までは東大内の女子に向けてフリーペーパーを作るサークルと茶道のサークルに入っておりました。今は教育系の NPO にてインターンをさせてもらっています。今日はよろしくお願いいたします。
こんにちは、私は教育実践政策学コース4年の清重芽衣と申します。私の出身は徳島県立城東高校っていう徳島県の公立なんですけれども、あとサークルは今は所属していないんですけれども、1年生の時は100人一周サークル、100人一周同好会に所属しておりました。今は、基本教育関係のアルバイトに従事しております。よろしくお願いします。はい、教育心理学コースの3年の天野夏実と申します。私は神奈川県の湘南高校という公立高校出身で、はるばる神奈川県の下の方から東京まで通っております。今サークルとかはしてなくって、基本的にバイトをしています。家庭教師とかではないんですけれども、サークルと同じくらいの頻度で入ってるかなとは思います。よろしくお願いします。こんにちは、身体教育学コースの4年の湯の木原智弘と言います。出身は神奈川の横浜の聖光学院っていうところで、大学4年間は、ラクロス部で選手をやってました。今日はよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今自己紹介いただいたように、岩坂さん、上田さん、清重さん、湯の木原さんは4年生で、天野さんが3年生ということになりますね。で、皆さんもご存知だと思うんですけど、東京大学は入学した時は全員が教養学部に所属して、で2年生の時に進学先を選択して、3年生から専門の学部に進学するという形になるので、教養学部ではないそれぞれの学部は3年生からの所属になるんですね。ですから今日いる5人もそれぞれ3年生と4年生ということになります。で、後でまたその教養学部に進学して、なんで教育学部に選んだのか、あるいはそれぞれのコースを選んだのかというあたりについては、ちょっとそれもちょっと喋ってください。それぞれのコースの説明の時にお話しいただければというふうに思います。で、それぞれのコース具体的にどういうことをやっているのかということをですね、もう少し詳しくというか紹介させていただくと、まず基礎教育学コース、これ私が所属しているコースで、ですから哲学とか、政治学とか人間学、そういうこう主に教育の思想とか理念とか歴史について、方法論的理論的に教育にアプローチしているという、そういうコースですね。スタッフが全部で今5人いますけれども、こんな形で教育とは何かということを理論的にアプローチしているということです。岩坂さんの方から少し基礎教育学コースの特徴とかセールスポイントについてお話しいただければと思います。はい、基礎教育学コースの一番の特徴としては、やはりその基礎、教育が何かというものを学ぶということで、一番教育学らしいというところが一つ特徴になっていると思います。私がもともとその教育学部を選んだ理由として、戦争中の教育について興味を持ったってこともあるんですけれども、今のやはり普通の教育学部だと、教育のやり方ですとか今の教育はどのようにあるべきなのかというところを一番中心としていると思います。東大の基礎教育学コースではそういうものではなくて、教育はなぜ行われているのか、教育が社会にどのような影響を与えているのかというものを中心にやるものだと思っております。その点で基礎教育学コースは本当に私の一番の興味関心に合っていると思います。でコースの特徴としては、やはりその自由なところが一番あると思います。ここのスライドを見てもらいただいても分かると思うんですけれども、皆さんの興味関心がかなり哲学のものから実践史、歴史のまで幅広く取り扱っているので、その学問領域に関しては幅広く取り扱えてます。またその所属している学生たちもかなり自由で、その勉強を中心にやろうとしている人たちもいれば、またそのサークルやその部活動というものに一生懸命やっている方もいらっしゃるので、その中でもやはり学部の中でのその仲というものは良いと思っております。はい、ありがとうございます。続きまして、比較教育社会学コース、こちらの方は比較っていうのと、それから社会学っていう、この2つの
言葉がキーになる言葉なんですけど、まあ、教育をその比較という視点と社会学という方法によって明らかにしようとしている学問です。で、先生方が6人います。こちらは先生方の写真が出てますけれども、6人います。上田さんの方から少しセールスポイントとお願いします。はい。比較教育社会学コースは、こうパッと聞いても内容がよくわからないと思うんですけれども、私の中では教育っていう極めて個人的というか、ある人が教えてそして誰かが学ぶっていう営みをもっと広い枠組み、日本社会あるいは世界っていうような枠組みから捉えるとどうなるのかっていうことを研究していく学問だと思います。で、私自身がこのコースに入ろうと思ったのは大学受験についてこう考えてみたいと思ったところが最初はきっかけでした。皆さんがこれから受けるであろうその大学受験がどうしてこういう制度なのか、そしてこれがなぜ日本ではこうで海外とは違うのか、そういうことに興味を持ってこのコースを選びました。このコースのセールスポイントは学問の内容もさることながらその中にいる人たちの仲の良さにあると思います。教育学部のコースの中でも人数が少ない方でだいたい1学年が15人くらい、その中で全員で取る必修の授業があるので、もう嫌でもみんなと仲良くなっていくっていう状況があります。大学に入るともう1人で勉強しなきゃいけない、高校までとは違うっていうことがよく言われると思いますが、その中でもこうチームで協力しながら勉強を研究していくことができるのがこのコースの特徴だと思います。はい、ありがとうございます。続きまして教育実践政策学コース、現場主義って書いてますけれども、学校教育、障害教育、教育行政学、教育現場そのものに実践的にアプローチするコースで、教員が10人います。現場主義というふうに大きく出ていますけれども、清重さんの方から少しセールスポイントをお願いします。はい、今小玉先生もおっしゃっていた通り、まず一つ目の特徴としては、研究分野の守備範囲の広さというものがあると思います。文科省でしたり地方の教育委員会でしたり、そういった教育行政に関わる、分野の研究であったり、あとは障害教育や社会教育、あとは図書館の情報サービスといったものが対象になります。またこちらのスライドにも書いてあるんですけれども、やはりその演習とかゼミでフィールドワークが多いっていうのも特徴になると思います。私も実際高校でしたり小学校にも何回か行かせてもらいましたし、あとは文科省とか教育委員会、あとは教師の研修センター等も、よくみんなで行ってそのインタビューをしたりっていうことも多いと思います。そのような実践的な研究対象に関して興味がある人っていうのが結構多いと思います。以上です。はい、ありがとうございます。続きまして教育心理学コース、こちらは主に心理学をベースにしながら人間の学習とか認知発達、そしてカウンセリング、心理テストといったものまでカバーしているコースで、先生が12人います。こんな形でいくつかの方法に分かれているんですね。で、文系と理系の両方の方法がこう融合しているというところがこのコースの特徴だというふうに言えると思います。天野さんの方から、セールスポイントお願いします。ですね、教育心理学コースでは、基本的に心理学を中心に扱います。教育と名はついてるんですけれども、その範囲は広くて、さっきスライドで示した通り発達心理学ですとか教授学習心理学、これはちょっと教育っぽいんですけど、あと臨床心理学とか、あとは認知心理学などなどなどを扱います。でコースの特徴としては実験を実際にやってみるっていうことがあったりですとか、知能検査とかを仲間との授業で使ったりとかして、心理学の方法実践はいかなるものかっていうものをこう体験して学んでいくっていうことが結構多いかなと思います。さっき小玉先生もおっしゃってたんですけど、文系が多いっていう
あのが教育学部の特徴だと思うんですけど、うちのコースには理系も結構多くて、データ証拠をもとに、心理学を理論的に体系的に、作り上げていこうっていう、理念があるのが強いのかなと思います。以上です。はい、ありがとうございます。そして最後に身体教育学コース、身体体ですねの、生理学、それから科学、発達脳科学、健康教育学ということで、まあ、お医者さんもいるし脳科学者もいる、まあ、コースです。全部で先生が6人います。こんな形で、分野が分かれていますね。湯野木原さんの方からセールスポイントお願いします。はい、身体教育学コースは、よくなんか体育の先生になるんですかみたいなことを言われたりするんですけど、そういうわけではなくてですね、なんか人の運動とか体の動かし方とか、なんかそういうことのメカニズムを、なんだろう、結構専用のすごい高い実験器具とかを使って実験して、その結果を分析してみたいな、ちょっと理系チックなこともやったりしてて、で、まあ、そもそものテーマが、まあ、多分僕らとか、まあ、みんなの生活とかにもすごく関わっていることなので、まあ、興味を持ちやすいというか、まあ、自然に興味が湧いてくるようなことかなと思って、まあ、僕が選んだ理由もそういうところにあるんですけど、そういうようなコースかなと思います。はい、ちょっと理系チックって言ったんですけど、ガチで理系なんじゃないですか。ちょっとっていうよりむしろガチで理系じゃないですか。そうでもないですか。あ、まあそうですね、内容、やる内容によっては、はい、そうですね、僕もともと文系だったんですけど全然分かんないぐらい理系っぽいこともあったりします。はい、ありがとうございます。ということで、5つのコースのですね、説明がありました。で、今も出てきたように非常にこうアットホームな、それぞれのコースがだいたい15人から20人、多くても実践政策って一学年何人いるんですか。実践一学年27人、一番大きいですよね、多分コースの中で。はい、まあ、多くても27、8人、少ないと十数人というぐらいなので、もう2年間ですごく打ち解けて仲良くなって卒業できるっていう、これは教育学部の特徴かなと思います。それから冒頭でちょっと申し上げたように、教員免許を取ることができるということで、まあ、こういった科目を取ることで、教師になるための教員免許を取得できます。取得可能な免許はこのような形になっていて、他に社会教育主事、それから司書、学芸員、社会調査士の資格も取ることができます。で、進学入学者は、まあ、分散がこれを見ても多いですけれども、リーチやり2からの進学者も結構いるということですね。そして卒業後の進路も多様で、だいたい就職をする人、それから大学院に行ってさらに研究する人、それから学校の先生や、あるいは国家公務員、地方公務員になる人、大体その3つぐらいの方向ですね。大学院に進んで研究者になる、それから、民間企業に就職する、そして公務員や学校の先生になるっていう、大体大きく3つぐらいに進路が分かれる形に なっていると思います。でそこでもう4年生の方はもう就職先が決まっていたりしている人もいますし、それから3年生の場合にもこれからどういう進路を考えているかということをかなり考えていると思うので、少し5人の方からちょっと時間もあまりなくなってきたので40秒ぐらいで、この教育学部にいて教育学という学問が自分の思い描く将来の進路にはどういうふうにこう影響したかというあたりを簡単にお願いできますでしょうか。岩坂さん。はい、この学部にいてというわけではないんですけれども、特に教育を勉強していることによってなるべく教育分野に進もうとは思ってました。その教育、子どもを育てることでしたりとか、あとは学校教育に対してこ うまく民間企業でも公務員としてもできるかなと思ったんですけど、今の教育っていうものが割と点数主義ですとか知識主義になっていることにあまり馴染めなくて、結局教育分野に進むことを
ができなかったっていうのがある意味その教育学部に学んでいて一番大きかった将来選択の一つなんですけれども、でも結果的にその上司や部下の関係ですとか、あとは組織内での関係の中にも必ず教育というものが存在していて、その中にその人との関係を考える上で教育や教えることというのの、その目的ですとかその役割というものを考えられるようになったってことは、この学問を通じて得た一番のその収穫であると思っております。以上です。はい、ありがとうございます。上田さん。私は岩坂さんとはまあちょっと逆の方向で、教育学部に来て教育の限界とかもこう感じたけれども、それでもやはり教育系のお仕事に就きたいなと思って、今就職先を決めました。この教育学部で学んだことでこう今後に生かせるかなと思っていることは、物事の関係性をこう見えてる範囲だけじゃなくて、もっとその外側にいろんな原因があるっていうことを常に考えられるようになったことだと思います。まあ、こう直接的にこうなんか仕事にすごく役立つかっていうと、まあ、言えないですけれども、人生のどこかでそういうのは役立ってくるかなというふうには思っています。はい、ありがとうございます。清重さん。はい、私はそもそも大学に入った時は教師になりたいと思ってたんですね。なんですけど、東京大学って普通の教育学部、まあ多分多いのが養成系の、まあ、要は教師になる人を育てるための学部っていうのが多いと思うんですけど、ここは完全に研究の、まあ、研究に重点を置いた学部なんですね。まあそういうところで勉強していくうちに、あ、教師、もちろん教師一人一人っていうものもすごく大事な存在だと思うんですけど、それだけじゃなくて現場以外のところ、研究面とか行政面で教育に携わって、そこから、まあ、教育を俯瞰するっていう視点が必要なんじゃないかっていうことを、まあ、すごく学んできたんですね。ということで私は、まあ、お二人はもう就活も終了されて、まあ、これから就職なさるのようなんですけれども、私は院に進みたいって今思ってて、まあ、今、まあ、皆さんと同じようにすごく勉強している状況ですね。まあそんな感じで教育学部に来て学んだことを今後ももっと深めていけたらなって今考えています。以上です。はい、ありがとうございます。天野さんは また3年生ですけどどうですか。そうですね、私も吉坂清さんですよねと同じで院に行きたいなと思ってて、っていうのはその教育心理学コースで勉強して、その教育、私はもともと臨床心理学がやりたくて教育心理学コースに来たんですけど、臨床心理学しか見えてなかったものが教育心理学コースに来ることによって、こう発達心理学もその臨床心理学において重要な役割を果たすだとか、教授学習心理学がその臨床心理学と相互の関係があるとか、そういうことを学んで、もうちょっと深く勉強したいなというふうに思いまして、院に進みたいなというふうな今の希望になりました。で、将来選択に関してはそこが多分一番大きいターニングポイントだったんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。猪木原さん、お願いします。はい、他の方もおっしゃってたんですけど、東大の教育学部ってその教員の養成とかが、まあ、メインじゃない分、その教育学部の授業の内容とかってなんか人に何かものを教えるとかっていうことだけじゃなくて、その教わる側がなんかどういうふうに学んでいくのかとか成長するのかみたいなこともなんかすごく考える機会がたくさんあって、まあ、僕自身来年から就職するんですけど、まあそこは教育学部とは正直あまり関係ないんですけど、まあその前に、まあ自分が将来どういうふうになるかとか、どういうふうに進んでいくのかみたいなところですごく考えるきっかけはすごくあったなというふうに思います。すみません、ちょっと答えになってるか分かりませんが。はい、ありがとうございます。まあおそらく5人に共通しているのは、例えばお医者さんになるために医学部に行くとか、それから法律家になるために法学部に行く、大学っていうとこともするともうなりたい職業が決まっていて、そのために専門の学部を選ぶっていうふうに考えがちなんですけど、もちろん教育学部も教師になりたい人のための専門の課程を先ほど説明したように用意しているので、そういうことにも答えられるんですけれども、むしろ教育学部で学んだことによって自分が思い描いていた当初の進路とか人生像を変えるきっかけになった、まあ、ターニングポイントっていう言葉も出てましたけど、そういう人生のターニングポイントを得られる学部であるというところが、まあ、この東大の教育学部の非常に重要な特徴であるというふうに思います。それは今の5人の話からも浮き彫りになったと思います。それからさっきもちょっと言ったんですが、小規模なので
一学年100人ぐらいで、あの多いコースでも 2,30 人ぐらいですから、高校の一クラスよりも小さい単位で普段生活しています。ですから非常にこうすぐ仲良くなるという良さがあります。それから関連施設が非常に多くて、心理学であれば相談室がありますし、それから付属の専門の図書室もあります。それから付属学校があります。東大に付属学校があるってあまり知られていないんですけれども、付属学校があって中高生と一緒に学んだり研究したりしているということも大きな特徴ですね。他にもバリアフリーのセンター、それから学校教育を高度化するセンター、それから保育ですね、乳幼児の教育のセンターなども置いてありますし、それから留学する人も最近すごく増えています。ストックホルムの大学と協定を結んでいて、毎年学部の学生がストックホルムに出かけていったりというようなこともしています。誰か行った人、ストックホルムに行った人いませんでしたっけ？あ、ここにはいない。ストックホルムに毎年学部の学生さんが行っています。それから女子比率が非常に多くてですね、今日も5人のうち4人 女性の学生さんに登壇してもらってますけれども、全学でいうと 19% なんですけれども、 20% の壁って言われてるんです、東大は。だけど教育学部は、まあ、35%、 これも年によるので、年によっては卒業者数が女性の方が多いという年もあるぐらいで、まあ、ほぼ半々という感覚ですね。ですから、まあ、東京大学が目指す未来像を先取りしている学部であるというふうに言ってもいいのではないかというふうに思います。で、最後に簡単に一言ずつですね、皆さんの方から高校生に受験とか、あるいは高校時代のにこれだけやっておいた方がいいということも含めたアドバイスをちょっとお願いできればと思います。岩坂さんもお願いします。はい、受験、ここにいる人は受験生が多分多いと思うんですけれども、受験の時期で一番大切なことはまず寝ることで、次に大切なことが自分の勉強したことがどれだけ、そのなんだろう、自分の中に蓄積されているのかっていうものをきちんと把握することだと思います。例えば受験期はかなりその時間やそのやったページ数なので、結構進捗を管理している人がいると思うんですけれども、それではやはり意味がなくて、本番に生かせるような、まあ、そうですね、実践方法ですとか、まあ、その記述の内容とかというものが一番大切になると思うので、普段の学習からそういうものを意識して勉強してほしいと思います。で、高校生のうちに、まあ、持つその経験ですとか、またその友達とのやり取りってものは結構大学に入ってから学習の中でもかなり重要になってくるんですね。っていうのも高校生までは教科書に載っていることが学習の内容なんですけれども、大学に入ってからは自分で気づいた疑問とやとか、あとは問題点などを追求していくことが大切になると思います。なので学生のうちはなるべくその普段の生活をよりよく充実させること、加えてその勉強だけではなくて普段の友達や人との関わりを大切にしてほしいと思っております。受験勉強頑張ってください。以上です、はい、ありがとうございます。上田さんか、受験生に向けてのアドバイスということなんですけど、私からは自分のペースっていうものを掴んでほしいなっていうことをお願いしたいなと思います。世の中には本当にいろんな情報があふれていて、こういう勉強法がいいとかあると思うんですけど、結局それはその人に合うかどうかっていうのは自分でやってみないとわからないところだと思います。なので自分の中でそのどういうのが自分に合ってるかっていうことを探してみてください。それはそうやって身につけたその受験時代の力っていうのは、大学に入ってから、そしておそらく社会人になっても、その自分が自分を高めていく上ですごく重要なペースになっていくと思います。で、高校時代にやっておいた方がいいなって思うのは、私は本音で語れる友達を作っておくことだと思います。その高校生っていう時代を一緒に過ごした友達っていうのは一生の友達になると私は思います。皆さん高校生を楽しんでください。はい、ありがとうございます。じゃあ清重さん。はい、まあ、私からもしその受験生に対して一言メッセージを送るなら、地道な努力と精神論っていう言葉が私はちょっと結構思い浮かぶんですけど、やはりその、まあ、特に東大を目指すにあたって地方から来ると、学校だとまあ志望してる人が一人とかいて結構孤独な戦いになるんですけど、そういう時にまあ先ほど上田さんもおっしゃっていたように、まあ自分のペースを崩さずに、まあ
のんびりととは言わないんですけれども、まあ、あまり周りの目を気にせずに、まあ、今目の前にある物事に取り組むってことがすごく大事だなって思ってます。まあ、なんかすごくその受験って言われたら何でもかんでも問題集参考書を買ってやるみたいなスタイルがあると思うんですけど、まあ、そうじゃなくて一冊、まあ、多分学校支給のでいいので、それを全部一生懸命やる、それだけで多分東大って普通に受かっちゃうと思うので、まあ、そんな感じで思っておいてください。あとそうですね、高校時代にやっておいてほしいことはやっぱり本を読むことだと思います。多分東大に限らず他の大学に行ってもいろんな人がいると思うんですけど、まあ、私特に東大生と話してて思うのはやっぱりその教養の豊かさですとか知識量の多さっていうのにはもう常々圧倒されていて、自分の勉強不足をまあいつも感じています。なので皆さんその、まあ、大学生になるから本を読むとかじゃなくて人生の糧にもなるので、本はもう何でもジャンル問わないので読んでみてください。まあ、これだけです。以上です。はい、ありがとうございます。天野さん。はい、受験の時に多分大切なことって切羽詰まらないことだと思うんですね。まあ1日まあ12時間勉強するとかいう人も中にはいるかもしれませんが、私はあんまりそういうのが得意じゃなかったので、まあ切羽詰まりすぎて焦りすぎると周りの、まあ、見えるものも見えなくなってしまうので、なんていうかこう余裕を持って、余裕しゃくしゃくで周りをちょっとこうすかした態度でいるぐらいの方が、まあ健康的なんて精神衛生上いいのかなっていうふうには思います。で、受験、まあ、やっておいてほしいことはそうですね、なんですかね、まあ、やっぱさっき清崎さんもおっしゃってましたけど、本を読むだとか自分の教養っていうことを重要し、大切に深めていってほしいなというふうに思います。やっぱりそれは人生で役に立つと思うので頑張ってください。はい、ありがとうございます。柚木原さん。はい、受験に関して僕実は、その入学した時に合格最低点で受かったんですけど、まあそのまあ、なのでちょっとあまり勉強のコツとかに関してちょっとあまりアドバイスできることはないんですけど、まあ、そういう人たちも、まあ、僕以外もたくさんいるので、まあ、そういう人たちを励みにして、まあ、勉強に関しては頑張ってくださいっていうことと、まあ、今きっと勉強を頑張ってる人も、まあ、部活を頑張ってる人も、まあ、それ以外の自分の好きなことを頑張ってる人もいると思うんですけど、まあ、何にせよその自分が決めたことを一生懸命手を抜かずにやってれば、まあ、後で後悔することもないと思うし、まあ、結果そういう方が一人一人にとって一番いい結果になると思うので、まあ、皆さん頑張ってください。はい、ありがとうございます。最後に教育学部で学んでみませんかっていうスライドですけれども、今の話にも出てたように非常にこう刺激をお互い与え合えるような、人生の友人や仲間と出会える場であると、教育学部っていう場がですね、まあ、小さい学部であるということもあって、それから教員と学生の距離も非常に近いので、お互い影響を与え合える教師と学生が出会える場でもある。で、その結果としてそれが人生のターニングポイントにもつながっていく、そういう非常に有意義な学部だと思います。そういう学部が東大に入るとあるということは皆さんにとっても一つの希望になると思いますので、ぜひその希望を糧にですね、残された高校生活を勉強しエンジョイしてもらえればと思います。以上で教育学部からの説明を終わります。どうもありがとうございました。